こんにちは、ロキです。今回はですね、販売価格から逆算して仕入れしてますかということでお話ししていきたいんですけれども、最近ですね、私の方に、質問メールということで、メルマガ読者様からですね、多数ご質問をいただくことが、あります。で、その中でですね、最近、結構多い質問が、初心者、カメラ転売初心者なんですけれども、なかなか利益が出せないと。で、どのような機種を扱ったらいいんですかというご質問を結構いただくんですけれども、こういうご質問ね、結構多くてですね、初心者の方は、やっぱりですね、どのような機種を扱ったりとか、どういうふうに、販売したらいいのかっていうのがよくわからないというところで、仕入れにかなり苦戦しているということが、非常に伺えるので、今回のこのタイトルですね、販売価格から逆算して、仕入れをしてますかということで、ちょっと今回はお話しようと思ったんですね。で、ここで一つ、お伝えしたいことなんですが、安く仕入れることだけを考えてませんかということなんですね。で、確かにですね、安く仕入れるってことは非常に重要なんですね。もちろん、カメラ転売やっていく上で、相場の中でもですね、かなり安めの金額で仕入れたり、もしくはですね、相場以下で仕入れるスキルっていうのは、当然あった方がですね、もちろん、有利というか、これはもう当たり前のことなんですね。で、ただですね、これをやって、成功していくためにはですね、仕入れがちょっと大変なんですね。これは何が大変かっていうと、やっぱりですね、そのスキルを身につけていく上で、かなりですね、もう相当努力しなければならないと。もう、その安く仕入れるためのスキルっていうのはすぐには身につきませんので、かなりですね、赤字を出したりとか、トントンでもいいから販売していくといった経験をかなり繰り返していかないと、ここのスキルっていうのはなかなか身につかないんじゃないかなと。私の経験上なんですけれども、とにかくね、安く仕入れるためにはこういった経験は、必要です。特にヤフオク仕入れなんかは、安く仕入れられると、他のネットショップとかですね、そういったものに比べると、比較的安く仕入れられるので、この辺で安く仕入れていこうと、スキルを身につけるためにはですね、最初はかなり、大変な思いをしなければならないと。これはもう間違いなく事実です。楽には、いかないということですね。で、どうしても最初の、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月のうちにですね、赤字ばっかり出してしまって、利益が全然上がらないというような経験だけを積んでしまうと、どうしても途中で挫折してしまう人が、多いんじゃないかなというふうに思います。これはもう本当に私のメルマガ読者様にも、そういう方いらっしゃいます。し、どこかコンサルとかを受けていて、なかなかね、稼げるようにならないと。いう方の、やり方を聞いていると、とにかく安く仕入れることだけを考えてね、すべて取り組んでしまっているというのが非常に目立つなというふうに思います。で、もちろんこれを否定しているわけではないです。私もこのスキルを伸ばしていって、今では、安く仕入れることができるようになってますし、このスキルを伸ばしておいて損は絶対にないです。ただ、私が指摘するのは、これだけをですね、考えてやってしまうと、やっぱりですね、赤字がものすごい続いてしまった時とか、どうしても利益がなかなか上げられない、そういった期間を乗り切る前に心が折れてしまってですね、カメラ転売やっぱりきついよということでやめてしまう方がですね、非常に多いんだなというふうに最近感じているので、ちょっとね、今回ヒントということでお話をしようと思いました。で、何がヒントなのかっていうと、そもそも価格差がある事実、これをですね、リサーチしてから仕入れてますかっていうことなんですね。はい。価格差っていうのは、いろんなことで、起きてきます。これは、この、私がここで言う価格差っていうのは、単純に、オークファンを見て、相場に開きがありますよっていうこの価格差のことではなくて、そもそも、価格差がある事実っていうのが存在するんですよね。なので、私の場合は当然その安く仕入れるやり方をやりつつ、価格差がある商品とか、
価格差がある事実っていうのをリサーチして、でその商品を、まあ、逆算してからですね、仕入れに、向かうということをやってます。これをやることによって、そもそも価格差がある商品とかですね、価格差がある事実を知っていれば、まあ、それを仕入れて販売するだけで利益が出るっていうことなんですよね。まあ、これをやると、リサーチ、まあ、そもそもリサーチって何なのかっていうことになってくるんですけど、ただですね、まあ、安く仕入れられる商品がないかなっていうのがリサーチではないんですよ。それだけがリサーチじゃないってことです。価格差があるかどうかを調べるっていうことが非常に大事なリサーチなんですね。で、これをやると、まあ、上で挙げた、とにかく安く仕入れようとする方法よりも、仕入れは楽です。これはもう言い切れます。なので、この両方をやっていくことによって、まあ、初心者の段階でも、利益を出しながら、まあ、安く仕入れる技術っていうのを身につけていくということをやった方が、精神的には随分楽です。これは本当に、もう私が経験済みなので、言えることなんですね。まあ、私もどちらかというと、上記で挙げた、とにかく安く仕入れる方法はないかということでカメラ転売ずっと取り組んできたんですね。ただそのやり方はもちろん後々考えればやってよかったなというふうに思えるんですが、その期間というのは本当にきつかったです。正直大変でした。で、まあ今でこそね、安く仕入れることができるようにはなりましたけれども、最初からですね、その価格差がある事実をリサーチするということ、そういう概念を知ってやっていれば、もっと楽にカメラ転売ができたんじゃないかなというふうに思います。なので、始めたての頃ですね、始めた頃のそのリサーチ方法、もうその、私が言うリサーチ方法というのは、ヤフオクで安い商品を探すというリサーチではなくて、全く異質のリサーチですね。そういったリサーチをすることによって、仕入れが楽になったと、いう事実をですね、まあ私が、体験して、まあそれをですね、まあ私が今教えさせていただいている方とかにですね、お伝えすることによって、やっぱり利益をですね、非常に楽に出していただいているのは事実です。私が初めに味わった1ヶ月2ヶ月目の苦しみは全く味わわずにですね、まあその方も利益を出しているということですね。なので、まあ、メルマガ見ていただいてね、ご質問いただく方とか、まあ、どういったリサーチをしているのかというのをね、お聞きすると、ほとんどの方が、まあ、安く仕入れることだけをやっていると。もうこれ並列してやっていただきたいっていうのが、あります。はい。まあ、ちょっとね、価格差がある事実ということで、言葉をですね、若干濁させていただいてるんですけれども、まあ、これを聞いて、もうロキさんそれ以上言わないでくださいっていう方も絶対にいると思います。それ以上はちょっと言わないでくれと、この事実を分かっていらっしゃる方は、まあそういう方が、多いと思います。まあこの2つにね、リサーチの意味を分別したことによって、ピンとくる方と、それを知らない、そもそも分からない方っていうのは何言ってるんだという方に言い分かれると思います。はい。まあ先ほども言いましたけれども、まあ初心者のうちは利益が出せないときついということですね。まあ最初だからね、まあ赤字をまあ出しても、まあそれはもうしょうがないことなんですけれども、まあ相場を覚えたりとかですね、まあそういった部分で赤字っていうのは、仕方ない部分も当然あります。ただ逆にですね、なかなか利益を出すことができないという現状が続くと、やっぱりですね、それでも頑張れと言われてもですね、挫折しちゃう人っていうのは絶対出てくるわけなんですね。やる気をなくしてしまうと、なぜかといえば先の見えないようなね、リサーチを続けてこれで本当に利益が出るのかというのがずっと続けばですね、半ば心折れてしまう方っていうのも非常に出てくるわけなんですね。なので、まあ、私にそういったお便りが多いということで今回ちょっとこういった動画を作ったんですけれども、まあ、そもそもですね、リサーチの本質、これを考え直してですね、一度変えてみるというのも重要なことです。はい。まあ、どんだけ安く、仕入れようかというリサーチ方法から、あ、こういうね、価格差がある商品があるのかとか、価格差がある、まあ、事実がこんなところにもあるのかということで、ちょっと視野を広げていただくとですね、だいぶカメラ転売の見方も変わっ
って、別にね、初心者のうちから利益を出していくことって本当に可能なので、まあそういった事実が、まああるということをですね、理解していただいた方が、カメラ転売ね、取り組んでいく上でも、まあ、体育会系のノリでできる方はね、全然それでも OK なんですけど、やっぱりその利益とか、先のね、目先のちょっとしたこの成功体験が見えないまま努力ができない方っていうのも当然いますので、そういう方にとってはですね、そもそもリサーチの質を考えてみてください。もしですね、今いかに安く仕入れることだけを考えてリサーチをしているんであれば、それだけではないですよということを、お伝えしておきます。で、その、方法っていうのは、リサーチの質を変えてですね、そもそも価格差があることっていうのは何なのかということをよく考えた上で、まあ、さっきタイトルにはありますけれども、まあ、販売価格を考えてリサーチをしていく、その後に仕入れが来るという順番のリサーチ方法もぜひ試していただきたいんですね。まあ、そういったことを、踏まえた上でですね、今回ちょっと、まあ、今カメラ転売初心者の方で、ガンガン仕入れて売ってるんだけども利益が出ないという方に関してはですね、ちょっと、考え直していただければなというふうに思って、動画を作成いたしました。はい。まあ、今回はですね、こんな感じで動画を終わりになります。私の方で無料のメルマガをやっておりまして、動画の下記説明欄からメルマガ登録の URL を貼っておきますので、そちらから登録の方よろしくお願いします。今ですとヤフオクのリサーチから落札までの動画と簡単操作で仕入れ資金を増やす動画2本の動画をプレゼントしております。YouTube のチャンネル登録いただきますと、まあ、私の新着動画漏れなく見ていただけますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。情報発信のチャンネルもですね、別途用意しておりますので、動画の右上にですね、ボタンがあると思います。そちらから飛べますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メルマガ登録、チャンネル登録お願いします。情報発信系 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。画面右上のボタン、もしくは動画下の説明欄の URL からご覧いただけます。これから情報発信を始めたいと思われている方、アフィリエイトにご興味がある方は、非常に参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。